さんまよ先生の FX 用のインジケーターですね。試験投資ってまして2つ投資してます。1つはね、ここですね、4時間足ですね。この3つが出て落ちるときを見計らってですね、ちょっと落ちてるって時にちょっと途中から投資しました。できればここら辺で投資してほしいんだけどね。それで今ここからここだからちょっと99円ですか。それとね、こちらこれシグナルが2つ出てまして、これがガクって上に行ってる時ね、必ずね順方向に投資していただきます。このインジケーターは3万円で売ります。 FX 用のインジケーターですね。で、このシグナル通り打っても勝てませんから、自分の判断が必要です。このままシグナル通り打ったって全部負けますね。ほとんど負けるんじゃないかと思いますね。で、100ピプスぐらいずつで稼ぐということですね。こういう指示が出て、上にこういう指示で上がりそうだなっていう時ね、こういう時上がりそうだって言ってすぐ戻ってますから、これ辺注意ですね。これにシグナルが出てもう2個目で上がってるわけですね。目安ということですね、このインジケーターのね。これボリンジャーバントの帯域で、これ以上越さないとね、シグナルが出ません。で、このシグナルが出てから、例えばここだと上ですからね、でここから打つかということですよね。ここは抜けてるし、余裕があって落ちるんじゃないかというようなことなんだけども、これ見計らいは難しくてね、外れることはありますからね。こういうインジケーターですね。でスプレッドが狭いのでね、ほんのちょっとだけ100ピップスだけ稼ぐというインジケーターですからね。他のも見てみますかね。これもシグナルが出て、ここら辺だからシグナルが出てもね、これ上昇してるわけですね。ダック注意しないといけないのは、ここら辺上昇出て、ここら辺でって時にこうシグナルが少し下に落ちてるんですよ、ここね。その時に急激に上がっちゃってるわけですね。だからここで打っちゃうと大変なことになっちゃうんで、ね、こう出て、一回出てもう一個ぐらい出てね、ボリンジャーバードが生えるということですね。相手の下向きがあるかっていうのは見るといいかもしれないです。これもですね、でこれにボリンジャーバンド抜けるというのが入っててね、この辺でシグナルを出すのがいいんじゃないかと思います。これなんかも下向きで出るって出て、ボリンジャーこう出て戻っちゃうんだね、これね。でボリンジャーバンドこれもういったらやめときましょう、上がるということでね。ちょっと損しますけどね、ここら辺でカットしましょう。今打ってるのはここですけど、ここまで見てるんだけどね。
ていくと思うんだけどね。それとこちらですね、こちら上がってるんだけどどうかな、ね、下がってきたんでちょっとお休みしますかね。これね、こんな具合にしてちょっと休憩してるときはまあちょっとこわついて、で、いい軸を見てね、今ちょっと危ないんでね、止めてきましたから、もうちょっと安定的にね、行った時ね、今下向きになっちゃってますから、これはね注意しないといけないなということでね来たんですけど、あとこちらですね、こちらも途中すぎるからやめてきました。だからうまくこら辺で打たないとね、こら辺で打ってもしょうがないですからね、怖い時はもうすぐこういうふうにして取引やめるんですね。でいい状況をね見ながらってね、こういうのシグナルが出てこら辺落ちるかなと思って上がっちゃうんでね、これ大変ですよね。ここで打っちゃったらここでまた打ってね、これ打ったらもうね、ここで打って、ここで打って下かなっていうので、ここまで来たら上がっちゃってますからね。次でも戻っちゃったらやめましょうね、これはね。なんとかないね。今どうなってるんだ。これが分かるかですよね。触ることありますからね。インジケーターで機能をちょっと追加したいんですけどね。